い、というわけで今回はですね、こちらのレイザーのノイズキャンセリング搭載シリーズ、レイザーハンマーヘッドトゥルーワイヤレスとレイザーオーパスを使って料理を作っていただきます。まず料理のお題を作る人 A を決めます。そしてそれを B に伝えて、B が買い物に行きます。 B とはうちのメンバーの B ですか？あ、うちのメンバーの B じゃない、うちの B とは違う。あ、違います、アルファベットの B。 あ、はい、あいつもアルファベットややこしいな、ややこしいな、コテラな。あ、ちょっと B が解明させるよ、コテラにするかも。コテラ、コテラ選手で行こう、今後は。ますか、うん、で、最初から説明して。あ、聞いてよ。 A が A がお題を決めて、うん、それを B に言います。はいはいはい。で、 B っていうのは父の先輩B が買い物に行きます。買ってきたものを C に渡して、はい、C が料理を作ります。で、その間の伝言は全部ガンガンしてる。あ、全部ガンガンしてます。面白いじゃんそして C が作った料理が A が求めていたものと同じになるのかっていう企画でございます。無理だよ分かんない、分かんない。何回ガンガンゲームやったんだよお前無理だろ人の可能性はまだそら自慢はあるあ、でも面白いですね。いや、もうやりたい、やりたい。もう早速やりましょう、はい、じゃんけんして決めましょう、 ABC を。ああ、なるほど。一番楽なのが A で。あ、そうだね、一番楽なの A。 一番ダリーの C だ、料理作るからダリーって言ったらダメよまあそうです、はい、まあ大変なのね。はい、じゃあじゃんけんしましょう。最初だけど俺のチョキグー砕くよあ、いいっすよ、それでもやります。いや、俺2対1です、そしたらあ、ズルしたら強制的に C ね。俺プロゲーマーの端くれだから不正はしない。チート行為はご飯食べて炎上しちゃう。最初はグッジャンケンポイ。勝てー、こいつのグー勝てー。何かよ。農家が A で指示を出す人、はい、で買い物に行くやつと料理するやつです。おお、頂上決戦、はい、行くか。買ったやつが買い物で、おお、このよくわからないやつ俺もなんか未来見ないとこれは何が見えてるのかよくわからないやつ見えましたよし、行くぞ。最初はグッジャンケンポン。え？ってことは B？ B です。で、俺が C だ。 C です、うん、はいはいはい。料理長の格好してるもんな。してねえだろマジかよ、一番めんどくせえで？で、はい、もう早速始めていきましょう。やっていきましょう。料理を作る人はこちらのレイザーオーパスをかけてもらいます。ああ、まあ、なるほどね、はい、C はオーパスね。C はオーパスです。農家、はいはい、さんはこちらで。はい、じゃあ早速準備していきましょう。はい、準備ができました。まずは農家が僕に料理のお題ですね、うん、を言ってもらって、その間はテルさんは後ろ見ていてください、そっちで。えじゃあ早速やっていきましょう。はい、じゃあ A の後ろにするよ。はい、オッケー、何も聞こえてない。オッケー、オッケー、オッケー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 ダフンダオッケーダフンダ大丈夫だ、オッケーはい、というわけで早速やっていきたいと思います。こういう農家何が食いてんだ今日は。ずっと喋ってんだ。何が食うんだい、なんだろうな、なんだい、何が食うんだい。中華が食べたい気分かな。中華が食べたい気分で、麻婆豆腐ハンバーグ、麻婆豆腐ハンバーグ、麻婆豆腐ダンボー豆腐、暖房道具。絶対違う。食べ物食べ物。麻婆豆腐10秒チャージや。ウィダー女、麻婆豆腐。サタナギ、サタナギ食べたいの。あんな余ってるやつ昼から。え、なんで怒ってる、びっくりしてる、怒ってる。サタナギ沖縄、びっくりしてる。え、びっくりしてる。え、びっくりしてる、びっくりしてる、びっくりしてる。サタンだけビクビクしてんの。え、もう一回行こう、もう一回行こう。チンジャオロース、チンジャオロース、一緒に言おう。え、変わった、一緒に言おう。え、パイクーハン、麻婆豆腐、チンジャオロース、麻婆豆腐、ローストビーフ、麻婆豆腐、麻婆豆腐。ローストビーフ、麻婆豆腐。今あった
勢いですげえ嬉しかったけど、めっちゃめんどくせえもん頼んでんぞめっちゃめんどくせえもん頼んでっからだ。まあ料理作るの俺じゃねえからいいんだけど。次はね、ニンニクたっぷりのチャーハン。ニードフォーザスピード3 長くない？なんかニンニクたっぷりのチャーハン。牛肉脂身の母さん。牛肉脂身の母さん。もう一個もう一個。え、嘘、もう一個合ってんの？もう一個。ニンニクたっぷりのチャーハン。牛肉脂身の母ちゃん。あ、合ってんの？いいんじゃない？いいんじゃない？ニンニクたっぷりのチャーハン。人参パプリカのペペロンチーノ。もう一回、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 もう一回。ニンニクたっぷりのチャーハン。人参パプリカペペロンチーノ。お？人参パプリカペペロンチーノ。ニンニクたっぷりのチャーハン。ニンニクたっぷりのチャーハン。オーケー、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 オーケー。本当？ニンニクたっぷりのチャーハン。オーケー、オーケー、オーケー。牛肉脂身パンちゃん。ちょっと心配してね。買い出しの指示が終わったんで、これから池さんに買い出しに行ってもらいます。てるさんと池さんはイヤホンつけたまんまです。ほらほら、じゃあ、ねね、池さん行こう。え、行こう行こう、どさんこどさんこ、買い出し買い出し、どさんこ行こう行こう行こう。え、気をつけて。え、うぃ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 。声かけてけや。はい、農家さん、ちゃんといい牛肉がある場所に連れてってくださいよ。いい牛肉脂身お母さんの店に連れてってください、本当に。はい、牛肉脂身いいの仕入れてくるんで。牛肉ある脂身お母さん、カプリコカプリコそんなこと言ってません。これ中華食いねんじゃん。売ってる場所に連れてってくれれば、あとは俺が目利きするんで。うん、大事なんで。はい、やっと着いたよ。ここですか、農家さんが選んだ場所は。よし、じゃあいい牛肉脂身お母さん買ってくるわ。だからそんな期待して待ってて。ああ、え、一緒に行く。行け行け、一緒に行く。早く行け、早く行っちゃって。牛肉脂身お母さんって何？いや農家さん、いい牛肉脂身お母さんあった。めっちゃ中華食えないやつや。戻りましょう。はい、すみません、やっと着いた。ただいまーす。さっと今は聞いたこれが聞こえるぞ。もしかしてずっと歌ってた。ただいまー。壁を熱い心を押せえわ押せえわ押せえ押せえ押せえわマジで。というわけで俺が買ってきたものはこちらになります。農家さん、ローストビーフって言ってたんで牛肉です。で、あと牛肉脂身の母さんって農家が言ってたんで、いや多分これだと思うんですよ。牛脂牛肉脂身の母さん、牛脂で、多分その母さんっていう部分はこれ、はい、これ母さんってこれだと思うんだよな。なんだなんだまあでもこの後に人参パプリカペペロンチーノ作るんで、まあこのお母さんも必要なんだと思います。人参パプリカたち、厚切りバイク、大会の数名、ニンニク。いや、やべえぞこれ、中華生命力。なんだこれ。はい、というわけでこちらになります。なんだ、え、まあでもテルさん結構自信満々か。え、自信満々。え、自信満々か。おまんま自信満々。おまんまこれで今回料理を作ってもらいます。農家さんは農家さんは頑張ります。カメラに向かって頑張ります。頑張りますじゃない、頑張りますじゃない、頑張りますじゃない、頑張りますとか、頑張りますじゃない。農家はイタリアンをご所望です。農家はかなり欲望です。農家はイタリアンをご所望です。農家はかなり欲望です。今回作ってもらう料理は3つ。これが、なんだ、 3つ。1、ローストビーフ。2、牛肉脂身の母さん。3、人参パプリカペペロンチーノ。これを作ってもらいます。3品。1品目、ローストビーフ。ローストビーフ、ローストビーフ、ローストビーフ、ローストビーフ。あ、オッケー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 
肉脂身の母さん。牛肉脂身の母さん。牛肉脂身の母さん。もう一回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 。牛肉脂身は母さん。もう一回もう一回もう一回。ゆっくりゆっくり。ゆっくり。牛肉脂身の母さん。オッケー。絶対わかんねえよ。もういいよいいよいいよ。オッケーオッケーオッケー。3品目や3品目や。3品目は人参、パプリカ、ペペロンチーノ。ゆっくり。人参、パプリカ。もう一回。あ、もう一回。人参、パプリカ、パプリカ、ペペロンチーノ。パプリカ。もう一回もう一回もう一回。人参、パプリカ、パプリカ、ペペロンチーノ、ペペロンチーノ。おおおおお。人参、パプリカ、ペペロンチーノ。人参、パプリカ、ペペロンチーノ。何それ。知らない。イタリアンが日本らしいんだよ。はい。農家食べたいって言ってんの。食べたい。そうや。言ってない言うとな。食べたいって言ってん。俺もちょっと分かる。分かる。分かるやつから作っていきましょう。分かるやつから。分かった分かった。オッケーオッケー。オッケー。もう作ってきます。じゃあもう早速やってきます。分かるやつから作っていきます。まず多分これローストビーフなんですよ。ローストビーフ。ローストビーフなんて作らせようすな。言ってない。さあ、ローストビーフなんて作らせたらあかんで。こんな時間から。30分以上かかるね。めっちゃ分かる。コペンハーゲン。じゃあまずは手を洗います。ああ、まあ手ね、まずは手を洗います。はい、洗いましょう。じゃあローストビーフから作ってきますよ。まずは何から作るんですか。はは、オッケー。何から作っていくんですか。オッケー。まず、まあローストビーフなんで穴開けていきますよ、こうやっていい感じに。そんな怒ってんの。ザク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 と適当に。オッケー。ソルト&ペッパー。ドクターペッパー。会話が成り立ってない。おお。テイさん普段料理してくるよね。やっぱうまいね。普段。オッケーオッケー。それしか言わない。それしか言わないよ。これね、意外とこの後味落ちちゃうんで、しっかりとしょくしょくしちゃ大丈夫なんでこれ。あ、見つかった。オッケーオッケーオッケー。ノープロブレム。ふざかってる。俺ふざかってる。ノープロブレム。こんなのね、これニンニク適当でいいんすよ、こんな。おお。こんなのこんな適当でいいんすよ、こんな適当で。ニンニク適当でいいんすよ。ニンニク生姜。ニンニク生姜。生姜も入れる？生姜も入れたい。いいよ。お前が望むなら、俺はできる限り叶えてやりたい。ああ、やっぱこれも入れるんだって。いいかこれで。オッケー。でまあフライパンに火をつけて、適当にサラダ油を引いて、焼き色をつけます全体に。入れるのね。オッケー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 。手洗いて。サラダ。手は自分で拭けるやん。これは違うよね。そうこうしているうちにね、油も温まるんで、中火以上、まあ強火かな、強火でいいかな。これ10です。音なんも聞こえねえ料理ってすげえ虚しいな。普通なんか10みたいなさ、なんも聞こえてこねえ。僕は聞こえてますけどね。こんな適当に、本当に焦げ目がつくかつかないかぐらいまで全面焼きます。何言ってるかわかんない。全面焼くって、よいしょ、こいつで。ローストビーフ作ったことあるの。オッケー。オッケー。絶対通じてね。ローストビーフってやっぱ結構作ったりするの。オッケー。俺ににこやかにこうやってやったあとスッってなるんだけど。ふざかられてるじゃん。これに水を入れてもらえる。え？これにブリブリイカリ。インウォーター。インウォーター。イカリア。インウォーラー。ああ、オッケー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 。ウォーターか。はい。Thank you。めっちゃうまそう。おお。でまあこの後ですね、大体。おお。ジップロックにいいんですよ。ジップロックに入れて。おい。おお。さらに入れる。おいにんにく。はいはいはい。おいにんにく。なんで。ね。放置すんの？もう終わり？醤油でいっか。いや、にんにく醤油からな。これね、にんにく醤油。おお、お醤油も入れる。はいはいはい。おお、だいぶ入れんな。こんなもんすよ。中華は食えないな。フルーツ。ちょっとです。こんなもんで。やっぱテルさん手順も迷いなんもないもんな。すげえな。ね。これテルさんめっちゃ、うん、空気抜いて閉めて。空気を抜いて。空気を抜いて閉めて。ああ。本当に？空気を抜いて閉めてほしい。気合を入れて閉めます。はい。はい。うるさ。オーケー、セーフ。オッケー。おお、イン、イン、あ、イン。入れていいの？オーケー。投入。
じゃあ炊飯器にイン。熱い。オーケー。保温で高めでオーケー。オーケー。オーケー。すげえな。30分後に開封でオッケーです。15時10分ですね。15時10分に開けましょう。ジュクジュクになるまで。ジュクジュクになるまで。あー、オーケー。めんどくさがってるでしょ。オーケーオーケー。塩は、僕はペペロンチューの時は 3% くらい入れます。パラグライダー行きます。ね、これを一回洗ってもらいたい。これを一回洗ってもらいたい。あー、オーケー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 。洗って。違う違う。あら、あ、オッケー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 。ああ、包丁包丁。ああ、包丁。Thank you。パプリカ。はいはい。パプリカ。綺麗綺麗だパプリカ。おおおお。はいはい。Thank you。はい。さあ。おおおお。うまいうまい。包丁使ううめえな。こんなもんいいんじゃねえかこれ。もっといる？いやもういらないっすね。パプリカ。おおほいほいほい。パプリカ花が咲いた。これドロドロになったか見なくていいの？包丁触ってるでしょうか？はいはいはい。はい。ああ。よし。あ、そうやって切ってく。おお。こい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 。はい。こい。こい。イエーイ。人参。僕の記憶が正しければ農家は人参がそんな好きではない。そうですね。農家は人参がそんな好きではない。あんま好きじゃないですね。あんま好きじゃないですね。嫌いな方かな。好き？嫌い？嫌いな方かな。入れる。オッケー。俺の方がでかいっすね。人参めんどくさいな。これを俺にやらせてくれるんだね。任せるぜ。いい？いいかい？はい、というわけで、人参切ったんで、これなんでこんなぐちゃぐちゃにしたの？そこに三角コーナーあるのに、これなんで皮散らばしたの？これちゃんと片付けて、これうん、ちゃんと片付けて、片付けて、お掃除して。そんな来なくてもいいんだよ。何言ってか分かんない。うーん、おー、高めの位置から。で、まあ多分牛脂が欲しいって言ってたんで牛脂も入れます。はい、これで多分牛脂クリアです。牛肉脂身のお母さんで、根野菜の人参から炒めていきます。やっぱ人参から入れるの？え、やっぱ人参から入れるの？人参少ない。やっぱ人参から。人参少ない。人参少ない。もうちょい切る？もうちょい切る？あ、まだ入れる？いる？入れるの？いる？入れる？いらない。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 いる。任せ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 る。入れる。任せる。あ、やるよ。いる？いる？いるの？あ、いら、もっと人参入れてほしいの？もっといらない？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 いらないの？いらない。いらないの？え？え？よいしょ。え？おーやー。よー。パプリカが多い。あ、うまい人参だ。パプリカが多い。あ、もう入れたい。で、こちらのプラスタ、プラスタがもうめちゃめちゃ沸いていますので。通してきました。うわー、手つきがプロみたい。めちゃいい。これで1人前、2人前、3人前量になってもしてない。で、これ入れるときに、おい、入れ方、何その入れ方。よくこれ、パスタってやる人いるんですけど、そうするとこうやってねじります。するとしっかり入ってきます。パサーってやつ、ど素人。パサーってやつは調子に乗ってるらしいです。また多いニンニクしてる。ニンニクめっちゃ入れるね。もうニンニクはもうこのぐらいたっぷりの方が美味しい。これすげえな、めっちゃ入れるな。あ、でもなんか美味しそう。美味しそうな音はして。お、入れるの？いや、手滑ったやん、ただ。何ができるんだ、お前は。一体お前は何だったら満足にできるんだ。ただ滑っただけやん。おー、パスタも、おー。あ、これまだもうちょい硬いです、これ。オッケーオッケー、パスタオッケー。一本食べたい。パスタオッケー。はい、あー、いいの食べて。あっちっ。
まだ硬いでしょ。まあ、ちょっと味の素、味の素万能なんでね、うん、この状態でもうレッドペッパーをちょっと何よいしょ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 。パスタ待ちっすね今これ。パスタまだまだだな、もうちょいかかんのかな、うん、もうちょいなんだよな。モソロッケなんじゃない、モソロッケなんじゃない、パスタ入れてモソロッケなんじゃない、えパスタ入れてモソロッケなんじゃない。パスタもう一本食べたい。はい、すぐパスタ食べたがるやん。いや、これ入れていいんじゃないってこと。何してん、何してん、何してん、何してん。これあ、塩味、湯切りとかする必要ないです、ペペロチーノは。まあカルボナーラとかもそうなんだけど、この茹で汁もソースとして使うんで、こうやってこうで、ね、テルさん直で入れる派なのかな。いや、どうなんだろう。食べちゃおめっちゃこぼれてる。食べちゃおう。おいはい。もう入ってない。で、これで、茹で汁とオリーブオイル入ったんで、あえていきます。弱火ぐらいでいいんですけど、こう、ちゃんと、ニンニクとオリーブオイルを絡める。で、絡める段階で、ちょっと汁気が少ないんですよね。汁気が少ないんで、よいしょ。お玉、ちょっとこの、茹で汁もらいます、こうやって。あ、入れるのこれ。こんな感じです。このぐらい入れます。こんなん入れるんだ。ここで、会話できない。もう少しオリーブオイル欲しいなと思うんで、こう。また入れたぞ。多少火にかけるんでペペロチーノ自体は若干固めで揚げて大丈夫です。で、あとはこういうトング使うとねすごいやりやすいんで、こうやってガーってこうや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 って、うん、こうやって解説して、そうすると乳化してくるんで、だんだん全然わかんない。なんか正確にはこれ乳化じゃないらしいんですけど、油とこの水が混ざってくる。なんか俺することある、なんか俺することある。大丈夫。あ、何もしなくていいの、いいの。やることない。美味しそう、匂いは美味しそうですよ、中華じゃないけど。盛り付けに入りました。はい、おで最後にパセリでいいや、パセリを。お上がりよ。すげえ。あの、まな板ください、まな板。まな板、まな板振ります、振ります、まな板ください。包丁、包丁、はい、ノーノー、ビラノー、包丁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 、ノー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 、お前は包丁に触るな。怖っ、なんか言ってるけどわかんねえ。レモン、包丁に頼るな。レモンなんですけど、まあ、軽く洗いましょう、農薬がついてたら怖いんで。まあ僕普段は実はそんなの気にしないですけどね。で、このヘタを落としますよ。まずレモン、皆さんこうやっていけると思うんですよ、こうやって、もしくはこうやっていけると思うんですよ。違います、ここ斜めです、斜めです。何言ってるか、斜めにして、こっからこっからこうやって落としていきます。よいしょ、これが一番絞りやすい形です。レモンは斜めに切りましょう、こうこうこう、はい、そうこうしているうちに時間を見てみましょう。オッケー、ぴったり15時10分です。先ほど僕言いましたよね、15時10分にローストビーフができるって。ぴったり30分、かける。おお、はいはいはい、ヘイヘイヘイ、よいしょ。で、これすぐには切っちゃうと肉汁とか出ちゃうんで、ちょっと冷蔵庫で冷やします。ピン、おー、冷蔵庫入れるんだ。というわけで、大体全部完成です。疲れたー。疲れたねー。舌出たー。はい、というわけでローストビーフ冷えないんで、もう冷水で冷やしてます。ちょっと待てなかったです。あともうヘッドセット疲れたんで外しました。よいしょ、絶対うめえぞこれ。うわー、めっちゃうまそう。これ一度出して、切っていくぜ、切っていくぜ、薄く切り方あるぜ。あ、薄くですかい、薄く切っていくぜ。おお、中を見ろだぜ。ちょっと火が入りすぎたぜ。もうちょっと赤いのが俺は好きだぜ。まあでも一般的なローストビーフはこのぐらいだぜ、うんうんうん、このぐらいが一番食中毒の危険性なくてちょうどいいだぜ。本当はもう少し火が入らない方が美味しいぜ。久々だったからちょっと失敗したぜ。火が入りすぎたんだぜ。おう、ローストビーフのソースを作ってないわ。おお、これがソースだと思ってたい。あー、なー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 、ローストビーフのソースはこんな時でもすぐ簡単に作れるんですよ。そうなの。はい、まずなんか丼物からソース入れそうなやつ。このぐらいでいいですか。卵黄だけ入れてください。僕できるかな。はい、ここにマヨネーズ入れます。で、わさびです。よいしょ、わさびはこんなもんで、これは完全好みですけど、僕は柚子胡椒をもうちょっと入れます。おお、もうちょいかな。はい、こんなもんでしょう。まあ、そんな気にしなくていいですよ、大丈夫ですよ。ポチャッ、 Thank you。 かき混ぜてください。はい、あ、ちょっと待ってください、こっちのタレ使うんです。まあ言うて、このタレはちょっとです、こんなもんです。あ、そんなもんなんだ。はい、こんなもんです。おお、もうちょいっすね。はい、はい、これは混ぜてください。はい、これで簡単にローストビーフに合うソースできるんで、はい、僕はこれが好きです。あ、混ぜたらなんかうまそうな。あ、美味しそう。うまい、うまい、うまい、やば、やばす、やばす。
はい、というわけで料理が完成しました。めちゃめちゃ疲れた。僕が池さんに食材を渡されて作るって言われた料理はまずペペロンチーノ、そしてローストビーフと言われたんで作りました、はい、どうすかこれ。いやもう多分完璧っすよこれ。完璧、はい、完璧。池さんはこれなんて言ったの。結局ローストビーフ、人参、パプリカ、ペペロンチーノ、うん、まあ僕3品つってたんですけど、あーなんか2品になっちゃったね。ラスト1品が牛肉脂身お母さん。牛肉脂身お母さんって何。いや俺もよくわからなかった。よくわかんないから牛脂使っとるじゃん。ちょっと聞こえたんで、もうこれかな。人参、パプリカ、何、ペペロンチーノ。ペペロンチーノ絶対それ聞き間違えてない。じゃあ正解聞いてみましょう、はい、どうすか農家さん、これ全然違います。おい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 、ここまで手間暇かけて作ったのによ。全然何全然違う。まず僕が食べたかったのは、うん、中華食べたい気分だったんですよね。中華、はい、中華中華が食べたい、まあ、全然イタリアンだったけど。試しになったけど。一つ目が麻婆豆腐です。麻婆豆腐。はい、麻婆豆腐は何になったの。ローストビーフ。麻婆豆腐、ローストビーフ、まあわかるわ。まあまあ仕方ない。でも麻婆豆腐だったら簡単だった。で次は二つ目が、はい、ニンニクたっぷりの、おお、あっ、当たった。チャーハンです。なんでやねん。ニンニクたっぷりのチャーハン、人参、パプリカ、ペペロンチーノ。2は合ってるやん。人参になって、たっぷりがパプリカになって、チャーハンがペペロンチーノ。おー、ニアミス。ニアミス。惜しい。で、3品目は3品目なんだっけ。牛肉牛肉脂身お母さん。な、誰やねん。3品目が、うん、ないです。2品しか言ってないです。架空のものを作り出した。架空のオーダーを受けるな。どっから出てきたの。どっから出てきたの。え、ってことはね、結局中華食べたかったの。はい、中華食べたかったです。どうすんねん。どうすんねん。まあ、でも、まあまあ、もう冷めちゃうかも。食べちゃうかも。まあまあ、食べちゃいましょう。今日の僕らの昼ご飯これなんで。はい。はい、じゃあ、いただきまーす。いただきまーす。いや、もう、美味しそう、美味しそう。何よりね、このソースがね、はい、これ天才なんですよ、本当に。このソース作りすぎてね、あの目分量でね、めちゃくちゃうまいの作れるんですよ。本当にこれみんな真似した方がいい、このソース。いや、マジで。マヨわさびソース。ちょっととだけ柚子胡椒を入れるのが俺味噌かなと思って、ややこしいな。調味料の話して味噌出てきちゃった。じゃあまずロースビーフ食べてください。はい、いただきます、はい、いただきます。最高にうめえから飛ぶぞ。いただきます。うめえ。うまいでしょ。おいしいでしょ。これうまいんですよ。うまっ。しかもこれめっちゃ簡単に作れるんで、あの家で作ってください、うん、ぜひ。まあ、で僕はあのレモンぶっかけて食うのが好きなんで。あ、じゃあ僕もぶっかけよう。うめえぞこれ。いただきます。どうすか。どうすか。うまっ。うまい。レモンかけた方がいい。おいしい。うめえわ。どうすか農家さん、中華食べたかったけど。僕中華食べたかったんですけど、うん、全然おいしいで OK です。そういうことやね。ならよかったけど。ならよかったけど。じゃああとはゆっくり食べていくよ。それあれ銀色のやつ欲しくない。銀色のやつ。はい、というわけで食べ終わりました、うん、はい、久々に料理を振る舞ったわ。はい、というわけで第1回イヤホンガンガン料理でした、はい、面白かったらね、ぜひともコメント欄に面白かったまたやってみたいなの書いてください。そして今回使用したレーザーオーパスレーザーハンマーヘッドトゥルーワイルシリーズは概要欄の方に貼っておきますし、あと詳細なレビュー動画も僕の方で出しているんで、そちらをよかったらご覧ください、うん、はい、気になったら概要欄から買ってね。どうぞ。それじゃあこの後月額190円でオフトークがあります。最後まで見てくれてありがとう。また見て。バイ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 。月額190円でオフトークって言ったけど、俺あと何分、打ち合わせまだあと20分、あと20分で打ち合わせなんで、やっぱりオフトークないっす。すいません。全然 OK です。それ好きだな。はい、それじゃあお疲れ様でした。バイバイ。